皆さんこんにちは、横田真一です。今回はカリスマフィッターの吉田さんに来ていただきました。よろしくお願いします。ありがとうございます。ございます。何度も何度もすいません、お邪魔してます。いやー、もう日頃慎吾 のクラブフィッティングしたりご活躍はもうさせていただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらは、はい、こちらはの施設は代官山から徒歩1分半ぐらいですかね。1分半ぐらいですね。はい、はいはい、でプレミアムゴルフスタジオと、はい、練習場、レッスン、フィッティングというのをやられている施設でございます。はい、さあ、まあ、僕はやっぱりそのクールクラブスみたいな、はい、あそこみたいなそういう数値でこう出していくパターンと、はい、吉田さんはどっちも、はい、数値もかけるし、こう僕みたいな職人にも付き合えるというパターン。もう本当にやっぱり慎吾さんとかもそうですけど、感覚派なので、はい、結局結果が全て数字別にいいからみたいな感じなんです。数字を基本的に追うのは、追う数字というのは出来上がり の、はい、あの上がった数字はすごくバランスとかは気にされるんですけど、はいはい、出てるポンって出てる球筋が実は一番こう 見えてる感じとか、こういう球が飛ぶんだよねっていうのをこうお伝えいただく感じなんで、はい、実際にパンって打ってる数字を常に見るかって言ったらそういうんじゃないんですよ。コースで出て現場で出てどういう球が出るっていうのがあって、で当たりはここでつけていくんですか。基本的にはそうですなんですけれども、基本的にその現場で行ってもらったフィードバックをもとにこういう感じで作り直すとか、こういう調整をするとかってのがあるんです。なるほど、なるほど。だから前回それこそ横田さん一番最初に、はい、出させていただいた時ですね、はい、こういうシャフトがいいんじゃないですか、ああいうシャフトがいいんじゃないですかってお話をさせていただいて、うん、でも僕ダイナミックゴールド X100 だったんだよねっていうのは僕の中ではすごく、あ、感覚的にこういう方なんだなっていうのがあるんですけど僕 の過去 の動画見ていただきたいんですけど、史上もうナンバーワンの下げコメントばっかりでこれはいかんなと、はい、いうところで今日は反省を込めまして僕のフィッティングをやる動画は皆さんのお役にあまり立たないと、はい、ちょっと思いまして、今回はなんで吉田さんにこうシャフトの勉強をちょっと学ぶというような姿勢でちょっといろいろ教えていただきたい、はい、とんでもございません、僕でよろしければ、はい、まあ僕のねフィッティングはまあ下げコメントばっかりで、はい、もうね、ただ見ていただいている方に誤解をしていただきたくないところが本当にあってあ感覚の部分ってそのプロゴルファーってやっぱりそのニュアンスですよね。コースに出た時にこういうニュアンスで出したいとか、こういうちょっとごまかしたいが出るじゃないですか、はいはい、そのごまかしが効かなくなってやっぱりある一定の度合いを超えてしまうとイップスっていう状態に陥ってしまったりとかっていうの、はい、感覚とのズレですよね。そうですね、うん、はい、があってそこともやっぱり精神的に追い込まれた状態で戦ってるので、その武器を選んでいくっていうところが実はすごく大変だし、培ってずっとそのダイナミックゴールドで育ってきたっていうところのやっぱり切り離せない部分っていうのがあるっていうのは本当に分かっていただきたい部分かなというのは本当にありますはい、なので皆さん、まあ、下げコメントとかっていうよりも温かい目で見守ってくださいいや、はい、いや、やっぱりこの何ですか、多分味比べと一緒のような気がするんですよ、はい、だから福岡のほら何だっけラーメン屋さんのこう箱みたいにのれん一覧みたいに結局もうあれ黙って食えっていうのは自分の感覚を研ぎ澄ませっていう話じゃないですか、はい、だからね吉田さんの話も多分ね聞こえてないっていう感覚もあると思うんですよ、はい、これ一生懸命今打感をしだしてるからそっちにねこう僕って一個のことしか集中できなくて、はい、そこにああこれ違うな、だから態度も横柄っぽくなっちゃうし、はい、だからそういうことで下げコメントいただいたのかなと思うんですけどなので、はい、この動画の後に、はい、まあ、僕のもう一回フィッティングをやらせてもらう下りもちょっと撮らせていただいて、はい、それドライバーとアイアン撮らせていただいて、はい、それは今度僕はもうほら食わず嫌い、ね、前回映ってしまったのそれは皆さんのためにならなかったと思うんで、はい、まあ、僕はダイナミックゴールドしかやっぱりちょっと頭にいなかっただろうし、もうほとんどねシャフトは打ったことあるシャフトだったんで、そうですね、まあ、これね、はい、あ、これはもう、はい、分かってますよみたいな感じで、うん、終わっちゃってたので、うん、まあ、今回ちょっとダイナミックゴールドよりいいんじゃないかみたいのを、はい、この入れてもらったり、はい、ドライバーも今の VR よりいいんじゃないのっていうのを、まあ、ぶち込んでもらって、はい、まあ、これとは別の動画でそれはお願いしたい、はい、お願いします、はい、で今回はその勉強に来ました、はいはい、
でこうドライバー、はい、じゃあまずドライバーからいきたいと思うんですけれど、はい、まずこのドライバーのシャフトの選びのポイントだったり、はい、そのお客様に対してどういう感じでこう当てていくのかっていうのをちょっと聞きたいんですけど、はい、まずドライバーのシャフトっていうのは、はいはい、まあ、基本的に、これ今お持ちしているのは、はい、全部の、調子があると思っていただいて大丈夫なんですよ。なるほどなるほど、はい、で、先調子系の先調子ってのは何ですか、はい、スピーダー、これが先調子、はい、僕ね本当分かんないの、自分の VR が何調子かさっぱり知らない。はい、VR っていうのは、うん、一応メーカーさんの表記は中調子ってなるんですよ。うん、でもこの3本も中調子なんですよ。うんうんうん、はい、で、この3本の中調子、じゃあ、うん、同じ調子だったら別に出さなくてもいいじゃんっていう話になるんですが、うん、ちょっとずつテイストをやっぱり変えてるんですね。はい、で、横田さんの、うん、VR っていうのは、うん、ちょっとダブルキックっぽい要素があって、うんうんうん、手元も柔らかいです、うん。で、先端の方がよく動きます。うんうんうん、っていう感じで、うんうんうん、いいね、全部の、はい、この間理論を教えてもらった時に僕が合うタイプの。はい。で、全部まとめて中調子みたいな感じの表記になっちゃうわけです。あ、なるほどですね。はい。こっちもしなるけど、こっちもしなるよって書いちゃうと、もう何調子なのっていうのが分かんないので、分かりやすく中調子って。よくアマチュアの方に、横田さん何調子使ってんのみたいな。やっぱり手元だよねとか、なんかその会話に全くついていけなくて。はい。だからちょっと僕も知識をね、はい、入れとかなきゃいけない。はい。で、この HD っていうのが、はい、中調子でも、手元側も硬いです。うん、先端も硬いです、うん、で真ん中だけがちょっとしなりますっていう、しなり量が非常に少ない、そう打った感じでいくとなんかこう合しなるんだけど合成感すごいなみたいな、そうですね、はい、感じですよね、はい、だから本当棒っぽいっていう風に評される、うん、そうそうそう棒っぽい、そうそうそう、はい、棒っぽいシャフトです。で、うん、そこの棒っぽさを若干取り除いた感じがあるのがこのジアッタスの、このジアッタスっていうのはでもこれ面白いシャフトで、うん、歴代のこうカラーリングが全部入ってるんですよ。ほうほうほう。で10代目なんで10代目までのシャフトを全部盛り込みました、うん、みたいな感じなんですが、うん、40g 台からあって、うん、70g 台まで、はい、ちゃんとあるんですけど、うん、どん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 先調子系からこう手元調子系に寄っていくみたいな、うん、重量が変わることによって硬さが変わることによっていろんなテイストを持ってるシャフトなんで、なるほど、これはもう本当重量と硬さによってもシャフトのしなり方がちょっと変わっちゃいます。なるほど、なるほど、はい、何調子っていうこれ一応6S に関しては本当に癖のない中調子系なイメージです。はい、全体がしなるってことですか。全体がしなります。で先端の剛性だけは結構しっかりしてます、このジアタス。はい、なのでハードヒッターなんかも結構使えますし、だから金谷くんとか、はい、金谷くん、はい、それこそ女子だと、今をときめく稲見萌寧ちゃん、はいはい、なんかは、このジアッタス使ってます。なんかどういうタイプにはこのシャフトが合うんだろうなって、当たりって大体つけられるんですか。そうですね、結構切り返しで、シャフトに対して結構負荷をかけていくタイプですね、はいはい、切り返し早めにこうちょっとシャフトが戻ってきてほしいタイプ。それは、はい、要は僕みたいなダウンスイングでちょっと暴れちゃう系の、う強めにこう負荷をかけていくタイプなんかは、はい、ちょっと手元側が動かない方がいいんじゃないかなっていうのもあるんですけど、うん、とにかく先が動く、はい、的な、はい、感じのシャフトです、ね、でもこれさっきおっしゃったのは中調子で先も手元も硬いっておっしゃってましたけど、はい、これは、暴れない分動かないのでタイミングは合う、だから曲がり幅は少なく済む、うん、そうそうそう、はい、なんかそんな感じ、はい、うんうんうん、ですね、そうそう、はい、逆にそういう方たちがこっちの手元調子系のシャフトを使うと出玉からとんでもない方に飛んでっちゃうんですよ。へー、出玉が落ち着かなくなっちゃいます。手元が柔らかいシャフト系のシャフト、僕ねこっち系なんかダメなんですよ。はい、初代のディアマナ良かったんだけど、はい、なんか新しいディアマナになってから、はい、シャフトが動かないんですよ。はい、この先端剛性がこうどん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 今って上がってきちゃってるじゃないですか。はい、この先端剛性が上がることによって横田さんの欲しいこの最後のこの一押しがなくなっちゃうんです。はいはいはい、はい、でもみんなこれ使ってるんじゃないですか、ツアーの人たち、はい、ツアーの選手今これ多いですね。ね、これなんでかっていうと今のスイングに僕起因してると思ってます。はいはいはい、でちょっとですね、僕スイング改造とかをすごいしてまして、はい、なんでかっていうと今時のシャフトとか、うんうん、今時のクラブって、うん、今のスイング理論とやっぱりこう同時進行で変わってるんですよね、うんうんうん、はい、で今のスイングに合わせてやっぱりクラブも作られる、うん、でシャフトも作られるっていう風になると、うんうん、今のスイングをしてないとシャフトの評価とかヘッドの評価とかってやっぱりどうしてもできないじゃないですか、うん、僕的にはすごく死活問題になってきてしまいまして、ほうほう、はい、元々の師匠が陳さんなので、お
はい、結局人生初、はい、おーおー、リストターンすごいする、面白いな、もともとすごいリストターンしてたんで、はい、そのリストターンをしてたら、うん、今時のシャフト気持ち悪いんですよそういうことかなるほどね、だから横田さんの言うことはすごくよくわかるんですよ、はい、なるほど、だって僕、はい、河口湖カントリーで陳さんにレッスンしてもらったんですよ、はい、されてましたよね、そう、でアプローチ調子悪いんですっつっていや横田さん下から握れってわけで左手を、はいはい、今時いいんですかそれでそれから調子良くなって、はい、僕関西オープンも予選取ったし、はい、もうあのそうそう、はい、もう先生はグリップ基本こうやって握ってこうなんで、はい、はいはい、そうですよ、はい、だから陳さんのおかげで2回目予選取ったことしりぎるやつは、はい、そうなんですよ、はい、へえ、なのでやっぱりやっぱり古典的なスイングする人こっちなんだ、結構だからフェースローテーションが多いってことですよね、そうですね、そういうそれはどういうことなんですか、そのこのシャフトの動きとしては、はい、フェースローテーションが多い、はい、イコールどういうことなんですか、ローテーションが多いっていうのはやっぱりトルクはあの絞ってあった方が本当は打ちやすいはずなんですね、うん、動いちゃうと一緒にトルクごとあの、まあ、増えてっちゃうんで、はいはい、でヘッドがちっちゃめであれば、はい、あのそのトルクの大きさが収まるじゃないですか、はいはいはい、なので基本的にはあのヘッドちっちゃくてトルクがちょっと少ない方がフェースローテーション入れる選手とかは、うん、あのこういうカクンっていう動きが少ないので気持ちよく振れるはずです、うん、だから僕はこう手元をおとなしくしてると調子上がるんですよ、はい、でも今のスイングって手元とヘッドのスピードをこう一緒にするみたいな、そうですね、同じ同時に動いていくイメージです、ね、うん、なのでこういうシャフトが好まれる傾向になるんですね、なるほどね、はい、だからもう僕なんかもうシャフトを選ぶときはこうやってクン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 って来なきゃダメですよ、あっくん、はい、あっくんあっくんって来なきゃダメなんですよ、はい、でこれはボー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 なんですよ要は手元側がしなります、うん、でも先端剛性はしっかりしてますっていうシャフトなので、うこう動かした時にこう緩やかに動いて緩やかに戻るっていうイメージですね、はい、だからよくしなり戻りの遅いのが好きだっていう選手がいるんですけど、はい、そういう選手はね、あのこう切り返しがこうまったり系で動いてくる人、松山くんとかはそうです、あ、はい、代表的ですね、松山くんとか、だから僕 DI とか全く打てないのが硬くて、はい、あれが棒っぽく動いちゃうんだと思います、私逆で全くこういうのっていうのが硬くて打てないんです、これが硬い、硬いんです、はい、あ、面白いですよね、これが硬いです、僕に言わせれば、そうなんです、だから丸切り逆なので、はあ、でも陳さんでしょ、師匠、はい、そうです、その当時のシャフトと今のシャフトが全く違うんですよ、ね、スイングを変えたってことですか、変えたんです、現代風、はい、今の師匠は上村啓太です、おお、はい、それでどうなんですか、実際調子上がって、いや、まずそれも聞きたいね、アイアンの飛距離が伸びました、ああまあそれは分かる、はい、結局こう打っていくのでインパクトロフトが立つ、うん、はい、ラフ引っかかりません、ラフ引っかかります、ラフ下手になりません、下手になるというか引っかかるのでも、うん、あの逆に言うと、うん、傾斜が僕すごい上手になりました、傾斜、はい、おあの傾斜地でやっぱりどうしてもこうフェースローテーション入れてた頃ってちょっとのその引っかかりちょっとの開きがすごい大ミスにつながってたんですけど、うん、それがラインがすごい出るようになったことによって、うん、なるほど、はい、傾斜地の傾斜地のラインが、はい、やっぱ僕がロングショット下手なんですよ、はい、だからそこはやっぱりクロージャーレートがすごい大きいからですよね、はい、だからそのラインがすごい出るようになったことによって、元々私もあのまあ大きいもの例えばフェアウェイウッドとかがすごい下手なんですけど、下手なりに枠に収まるようになったっていうところがありますね。なるほど。はい。なんかこう古典的なスイングの人にこう逆にこうスイングどうやって僕こうなんていうのシャットに当ててハンドファーストに当ててみたいなのをこう、はい。トライしたんだけどやっぱりちょっと結構難しくて、はい、難しいですよね、できなかったんですよね、はい、でそういう人に対してなんかアドバイスみたいなっていうか、でもあのねこうやって下から持っても逆に自分流でやり通すとあんまりローテーションしなくなるんですよ、はい、自分なりのね、はい、だから別にウィークグリップだからめちゃくちゃあの上がる、まあウィークグリップだったら当然ボディもこういう感じじゃなくてこういうふうにさばくからフェースの開け閉めは増えちゃうんですけど、はい、僕なんかは逆にめちゃくちゃウィークグリップにした方が逆に開閉少なくなるんですよ、へえ、うん、面白い、デシャンボーじゃないけどこんくらいのイメージでやった方が
あんまりこうやんなくなって、はい、逆にちょっと副グリップに握ると僕なんかガーンってなっちゃう。やっぱ胸が止まるっていうのが多分もうついてるから、止めたらガーンってなっちゃうんでしょうね。はい、そう。まあクラブ選びのアドバイスとして結局そのフェースローテーションを入れていく方に対して、うん、まあおすすめするんであれば、シャフトっていうのは基本的には、うん、あまりそのこうなんでしょう、感覚的な部分っていうの方を僕は大事にしたいので、うん、しなり心地をいろんなものを打ってまずは感じていただいて選んでいくのが一番いいんですけど、うん、逆に言うとそのフェイスローテーションをする方に、うん、ちゃんとおすすめしたいのは、うん、ヘッドです。ヘッドです。結局そのヘッド選びを間違ってしまうと、うん、どうしても大きいヘッドで重心深度深い、うん、重心低いって言って、うん、460cc のもう上から見たらものすごいシャローなヘッドはい、になってくると動かすときにカクンって動いてしまうんですよ、うんうんうん、はい、なのでローテーションさせようと思うとカクンっていって低い左のフックが出たりとか、うんうん、そのまま開いて当たっちゃうとまともに右に飛んでっちゃったりっていうのが出るので、うん、まずはそのヘッドサイズをちょっとまあ昔でいう小ぶりの、はい、団子型な、はい、ヘッドをなるべく選んでいただいた方がローテーションは入れやすいと思いますし、振ってて違和感なく振れるかなっていう、重心距離が短いものですね。なるほど、はい、だから宮里優作選手なんかちょっと小ぶりがいいんだよな、ね、みたいな感じになる、はい、なるほど、ね、宮本さんもそうでしたもんね。うーん、はい、小ぶりなヘッドを好んで、確かにね、はい、確かに。だから BS さんでかつてこう作ってたヘッドの中でも宮本さんは 430cc のヘッドだけどみたいなのはありましたよね、はい、なるほど、はい、なるほど。でまあちょっとアマチュアの方っていうのはこうどういうシャフトを、ね、こう選べばいいのかって悩んでると思うんですけれど、はい、まあ、そういうのを、まあ、僕から言わせると、いやそんなもん打ってうまいかまずいか、はい、しかないと思ってるんで、いや本当ですね、まあ、何でも打ってみて、はい、いいか悪いかはその自分の感覚でジャッジすればいいじゃないって思っちゃうんですけど、はい、それは多分しこたま球を打ってきたから、はい、それが分かる人間だと思うんですよ、はい。でその一般の方に向けて吉田さんなりにどういうものを選べばいいのかっていうアドバイスが多分皆さん必要じゃないかなと、はい、ぜひこの YouTube を見ていただいている方に僕は言いたいのは、はい、雑誌に書いてあることを絶対に鵜呑みにしないでください。こう言うと僕の、雑誌への出演回数が絶対に減るんですけど、僕はもうこの横田真一チャンネルに全てをかけます。いやいやいや、ありがとうございます。絶対に信じないでください。面白い。いや、本当に、やっぱりじゃあ雑誌に出していただいて、聞かれることって、うん、じゃあスライスの人には何を勧めるんですかって言われるんですけど、そういう質問多いですよね、はい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 、でもそんなの打ってみなきゃ分かんないんですよ、今の一言で、はい、結局横田さんが今言ったことが全てです。はい、じゃあ捕まるシャフトっていうのは一言ではないっていうことなんですか、はい、捕まるシャフトってスイングによって変わるじゃないですか、はい、どんなスイングだから捕まってないのかとか、はいはいはい、結局じゃあカット軌道に入ってフェースが開いてるから捕まらないのか、パターンと、はいはい、インサイドアウトに出て開いてるから捕まらないのかパターンとっていうのって全然違うじゃないですか、はい、なるほど、はい、でも、見てる方の弾道は両方同じスライスなんですよ。なるほど、はい、ほうほうほう、なるほど、はい、じゃあそこでどうやって選べばいいですか、はい、雑誌を鵜呑みにするなというのがまず一つ、はい、まずは、はい、ご自身が好きなシャフトを見つけるっていうことが絶対に大事なんですね、うん、好きなしなり方をするシャフト、はい、はい、横田さんで言うと手元が動く、手元も柔らかい、だけど先端の方がちょっと動く量が多いっていうところを打ちましょうっていうのが多分ご自身の感覚的にも分かってらっしゃる、うん、部分だと思う。じゃあ皆さんも打てば分かるよって大体好みは、はい、でなおかつその好きなシャフトを見つけたら、はい、その好きなシャフトの例えばしなり方っていうのを、うんうん、自分で調べてみて、はい、きちんと、はい、このシャフトってこういうシャフトだよっていうのを、まあ、知ることですね。分からない方は僕の過去の YouTube とかを見ていただいて、はい、こんなしなり方しますっていうのを話をしてます、うん、吉田さん今途中ですけど どういうチャンネル、プレミアムゴルフチャンネルってプレゴル TV、はいはい、これをやらせていただいてます、はい、詳細は概要欄に貼っておきます、はいはいはい、入れてくれると思います、はいはい、
なのでそこでちょっとチェックをしてみてください。はい、はい、で、はい、じゃあとにかくやっぱり打ってみて、はい、自分の好きなのを探してくださいと。そうですね、はい、やっぱり一生懸命打つしかないですか。打つしかないです、そうですよね。その方ご本人の、スイングだったりタイミングの取り方って絶対的にあるので、はいはい、そこをまずは見ていく。で、僕らフィッターの仕事って、うん、そのお手伝いをすることしかできないんですね、うんうん、はい、じゃあこういう風に振ってくださいっていうのはレッスンプロの仕事になってしまうので、うん、はいはい、なので僕らの仕事は、その方に合うシャフトとかを探すお手伝いをすることしかできないので、はい、それをもし必要な場合はフィッティングに来ていただいて、はい、ご自身で探す場合はYouTube を見てください。なんかやっぱり多分男子プロって多分ヘッドスピードがあるから、はい、結構しなり方に対してすごく多分注文があると思うんですけど、はい、もうこの間吉田さん の女子プロのフィッティングをちょっと見た時に、はいはい、その子はうーんみたいななんか意見が なかったんで、はい、それってやっぱりヘッドスピードがない人ほど意見はなくなっていくんですか、それとも感覚なんですか。感覚の問題ですね。なるほど、はい、女子でも感覚の鋭い子は、うん、これダメですとかそういう子もいるんですけど、なるほど、感覚がやっぱり鈍いという言い方ではなく、でもその子が下手ってわけじゃないじゃないですか。上手です ね、はい、プロテストも受けて、はい、まあ、2時まで進んでる子なので、はい、上手ではあります、はいはい、あとは本当にメンタルだけでテストに受かってもおかしくないぐらいのレベルの子なので、はいはいはい、なんですけどやっぱりそこにやっぱり意見が出てこないっていうのはやっぱりもうちょっとやっぱり自分の中で道具に対しての意見を持とうとしてないっていう部分が大きいんだと思います。あ、そこを あえて本人はこう排除しようとしてるかもわかんないですよね。そうですね、はい、シンプルにものを考えたいから、はい、とにかくプロに選んでよみたいな感覚で投げてる場合もありますよね、はいはい、まあ、なので本当アマチュアの方がクラブ選びするときはご近所の例えば量販店さんとか、はい、まあ、打てる環境のところでいろんなシャフトを今だったら本当にそれこそ、はい、ゴルフパートナーさんとかで買い取り9割とかでその日だったら買い戻しとかもしてくれると思いますし、はい、はい、いつも横田さん御用達の、あ、そうですね、ああ、そうか、中古クラブね、シャフトじゃなくてね、はい、でもそれって、はい、新しい最新のシャフトが入ってる中古もたくさんあるじゃないですか、はいはいはい、はい、なのでそういうところでテストするのも全然ありだと思います。なるほど、はい、そうですね、うん、なので本当フィッティングがもし必要だったら言っていただいて、まあ、ご自身でやる場合はそういった形でいろんなシャフトを打てる環境のところに行って、はい、ご自身で、はい、打って試してみるのが一番いいと思います。なるほど、はい、ありがとうございます。ということで、はい、ちょっとね、こっちがフェースの開け閉めが多い、はい、古典的なタイプのスイングの人、はい、でそっちが、ね、今時のちょっと手元のスピードがこう高い系かな、はいはい、で、あんまりフェースを開け閉めしないタイプの人、はい、というシャフトなんで、ちょっと次回の動画はちょっとそれ打ってみてどういう感じになるかっていうのをちょっとやってみたいと思います。はい、はい、どうもいろいろとありがとうございました。ありがとうございました。